お帰りなさい、先生。冷たいお水をご用意しました。よろしければいかがでしょう。お帰りなさいませ、先生。本日も素敵な一日となりますよう、祈っております。今日はシスターではなく、一人の選手として、この業務を務めさせていただきます。普段の格好と違うからか、なんだか落ち着かないですね。先生、もしよろしければ、おそばにいてもいいですか？先生にどうかご加護があらんこと。お祈りに服装は関係ありませんよ。普段よりいろいろ見える格好なので、少し恥ずかしい気もします。
すみません、先生。こんな姿をお見せするつもりではなかったのですが、すみません。まずは落ち着いてから続きを。先生が私のことを気にかけてくださるなんて、そんなこと思いもしておりませんでした。あの、こんなことを口にしていいのかわかりませんが、先生を独り占めしているみたいで、こんなこと罰が当たってしまうかもしれません。でも私、この時間がとても幸せなんです。
you